対局開始。どうも、です。お願いします。ということで、今日も将棋ウォーズ10秒将棋やっていきましょうということでですね、小稲さんと立ったので、後付け実況になります。はい。ということでね、もうちょっと前なんで、もう内容は全く覚えてないんで、まあ、新しい気持ちでね、ちょっと実況していこうかなと思います。ということで、今回、小稲さんが、居飛車ですね。はい。で、10連勝中っていうね、こっちもね、3連勝だからね、やっぱ連勝は止めたくない。で、止めたい。ということで、まあ、とりあえず、相手が居飛車で、こっちが、居飛車。ってことで、相居飛車の将棋で、で、まあ、角交換になると思うんで、右玉の将棋なはずです。角換わり。いや、そうそうそう。4二銀って上がったんでね、4二銀って上がってくれれば、2二角成りして、同金の形が、やっぱ金が上ずるとかずれるんで、まあ、後でね、3二銀って戻すしかないから、そうそう。ってことで、手の損得はなしになると。ということで、交換してきました。で、まあ、あとはですね、右玉に普通に組んでいくっていう感じですかね。で、相手の形なんですけど、まあ、6四歩ついたんで、これでもう早繰り銀も棒銀もなくなったっていうことなんで、あと怖いのが、7四歩から7三桂の6五桂みたいな感じで、まあ、桂馬の速攻っていうのを警戒していかなきゃいけないです。で、こっちもですね、それを注意しながら駒組みをしていくという感じで、でもここで、もうこの局面で銀上がって金上がって王様があれば大丈夫なんで、まあ、相手の桂跳ねが間に合わないだろうということで、4七銀と上がりましたね。で、まあ、あとは金上がって飛車引いてっていう流れです。まあ、今回は普通な、まあ、ちょっと序盤がちょっと違ったけど、まあ、だいたいまあノーマルな形ですね。で、相手の陣形なんですけど、まだ6一の金が移動してないんで、まあ、5二金型で来るのか6二金型で来るのかっていうのがまだ分かってないところです。どっちだったかも覚えてないっていうね覚えてないで、まあ、下引いたんで、まあ、まだまだあります。どっちもありますということで、こっち手待ちというか、まあ、駒組みを進めていくだけですね。で、4四歩もついてないんで、まあ、場合によって4五歩ってくらい取る手も全然あるかなと。でね、7二金、あ、そうだ、7二金だった。そう、7二金見たことなくてね、ここで一瞬固まったんですよ、俺。7二金ってどういう意味なんだろうと思って。そう、分かんないから、とりあえず2五歩ついたんですけど、7二金はね、刺されたことない気がするんですよね。新しい構想だなっていう感じがしましたね。でも一応、7二金なんで5三の下薄いじゃないですか。なのでね、その辺をね、攻めていければなっていうふうに考えてはいたんですけど、ちょっとね、手が分かんなかったから、一応王様寄っといて、まあ、この局面って、まあ、2二銀から3三桂跳ねて、1二香から1一飛車の端攻めはあるんですけど、まあ、なんか7二金型だったら、まあ、やられてもいいかなという感じでだったんですよね。うん、なんとなく。でも5二玉でしょ。そう、これで4二銀から4三銀と上がってくれば、まあ、まあ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 、よくありそうなやつで、ま、その場合って6二金が多いんだけど、まあ、それが7二金だっただけということなんで、まあ、この辺からですよね。まあ7五歩つく5五歩つくか、まあ、2四歩同歩同飛車ってやるかっていう感じなんですけど、これでね、5五歩ついて同歩同銀で4四の歩を狙うのがちょっといやらしいんじゃないって思ったんですよ。まあ、ただね、同歩同銀で4三銀で受かるんだけど、同歩同銀4三銀だったら、4五歩つけるんで、なんで相手はここで4三銀と上がってきましたね。で、これで、5五の位が取れるのかなって思ったんですよ。取れませんでしたね。これ狙いとしては5九飛車から、5筋に転換して5五銀と出ていこうという狙いですね。なので先に引いてきて5九飛車には5四歩と受けておけば大丈夫っていうことだったんで、まあ、これ以上攻めれないなと思って2四歩で1回変えました。で、まあ、主な狙いとしてはですね、主な狙いは、まあ、多分これ3三桂から1二香1一飛車って端攻めしてくるんで、その間に5六角打って3五歩とかね、7五歩とか、そういう仕掛けをしていこうかなというふうに考えてました。で、そう、やっぱね、相手もね、ここで 5筋のが切れてるとかなり怖いんで、スースーして。だから、まあ、5四歩と打ってくるんですけど、ここでね、分かんなかったけど、とりあえず打っちゃった。うん、まあ、狙いは単純、7五歩か3五歩、両方狙いなんで、両方受ける手はないはずなんで、で、ここで8六歩が機敏でしたね。これで、角打ってない、打ってない時だったら、8六歩同歩同飛車に7五歩同歩同銀っていう風なやつがあるんですけど、ちょっとやりづらかったんだよね。まあ、まあ、行きましたけどね。7五歩同歩同銀。まあ、でも同歩じゃないか。同歩じゃないか。同歩同銀で、角切って同銀は別に怖くないんで、で、ここでそう、6五歩。まあ、6五歩は銀引くと5五歩で角が死ぬんで、まあ、同桂しかないと思うんですよね。うん。で、同桂ってやってきたとき。その時に、さあ、同角か同銀か、3五歩か。難しいんですけどね。なんか、同銀だと5五歩あるじゃないですか。そこで6四桂もあるんで。まあ、でも、さすがに、ね、角取られちゃったら、
同銀5五歩6四桂で王様逃げて金取って同銀、なんかねちょっと自信なかったんですよ、覚えてないけど詳しくで、ここでも、9八に引くか5六に戻るかなんですけど、まあ、9八に引いてもね、すぐ角が使えるわけじゃないので、やっぱ5五歩5三歩型だったら使えるんだけど、なんでまあ5六に戻って3五歩同歩2三角成を狙いに行く将棋にしましたね。でここで5五桂だったんですけど、まあ、5五桂は5八銀が自然かな、やっぱ6、7ですよね。うん、まあここは普通に逃げておいて、で7五歩ですね。でこれ同銀ってやると、5六飛車で取られちゃうんで、まあ一回8七歩と押さえるか、もう3五歩行っちゃうか。だから3五歩行っちゃうと、飛車が移動した時に8九左があるんで、まあ一回8七歩と打っといてですね。で7六飛車は7七金で詰むんで飛車低いって、でここで3五歩でどうかっていう感じですか。7五銀もあるかもしれない、7五銀もあるかもしれないけど、あ、本譜7五銀なのね。はいそうですね、まあ、3五歩同歩2三角成ってちょっと怖いリスキーではあるんですよね。あと角いなくなると5六角が大手に食らうんで、それもちょっと怖いということで、これどうするかですね、まあ、7四歩と垂らすか5七銀と上がっといてその5六角を受けるか。で本譜は5七銀ですね。5七銀でこれ次3五歩同歩2三角成同金同飛成の時に5六角の大手竜を、阻止してるという手です。であと将来的に角いなくなった時に9二角とか打たれた時に5六歩を打てるようにしてる。でこれ相手がついてくるっていうね予想外すぎる、予想外すぎる感じの展開だったんですけど、これはもうまあもう行くしかないですね。もう来いと言われたら行くしかないです。ただ相手もね結構薄い陣形なんで、まあまあワンチャンある、ワンチャンある、いやまあうん、いろいろある。で桂馬も持ってるじゃないですか、桂馬持ってるんで3六歩ってね取り込みづらいはずなんですよ。3六歩に3五桂があるから取り込みづらいはずなんだけど、でもかといって相手も受けがないんで、まあただ3六歩と来るしかないんですよね。でこれで、まあ、桂馬逃げてる手も2五桂もあるかもしんないけど、まあ3七歩成、3七歩成同金に3六歩みたいな手で、で4七角みたいな感じで迫られるの嫌なんで、まあ、ここは一気に決めに行きましたね。で、まあ、ここは3七歩成で、まあ、同金同玉どっちもあるけど、同金3六歩の瞬間がそれが詰めろだったらやばいんですけど、詰めろじゃなかったら同金が正解なんですよね。8、9、うん、であとはね4三桂成6一玉2一竜から7二玉の時にどんだけ向こうを寄せれるか、その時に3六歩っていう手が3七歩成からの詰めろじゃなってないかどうかっていうのが大事なんだけど、ちょっと怖かったんで同玉で行きましたね。同玉って言ってこの歩取ると一応まあ王手金食らうんですよね、6九角の。なんで一応、まあ逃げておいて、まあ、ちょっと 金銀から離れるからちょっと怖いんですけど、まあ、詰まなきゃいいという感じです。でこれもまあ同竜ってやると、まあ、銀逃げられちゃうんで3四銀とかね、まあ、逃げるか分かんないけど、うん、同竜はちょっとねあの将棋、弱すぎるんで、まあ、強く同玉とやっといて何かあんのっていう感じにさせました。でここで、相手受けが難しいんじゃないかなと思ったんですよね。多分5三金って上がってきたんですけど、でこれは、4三桂成同金に、まあここで読んでたのは3四銀だったんですよ。まあ3二銀かなと思って、3二銀に3三金ってやられて4三金って打って王様逃げられちゃうかなって思ったので、まあ、3四から打ちましたね。であとも3四桂って打ってもちょっと気になったんでそれも消すって意味で3四銀です。で同金だったら5三金と打って王様を下に落としてから金取れば3四竜で詰めろになるんで、でここで3一桂ですね。でここで読んでたのは3二竜か、まあ、桂馬取ってもう一回金打つかどっちか読んでました。うん、でね分かんないから最終的に5三歩と打ったんですよ。5三歩が一番被害が少ない手かなと思ってそしたら同玉ってやられてね、同玉ってやられて急にね見えなくなったんですよ手が6、7、うん、ここでまあ4三銀なり取るしかなくて同桂で、でここでねどう迫るかが難しくてですね、まあ3五銀とか3五角が見えるんで、まあ、とりあえずは3四金って打つ一手かなと思ったんですけど、でまあ3一桂とか打ってくるのかな、どうするんだっけな、まあ、4二銀とか、うん、1、2、4二銀ですね。でここで金1枚でしょ、持ち駒金1枚なんで、まあ、4三金から3五桂って打ってもよかったのかな、ちょっと分かんないで、まあ、4五歩つきましたけど、まあ、狙いは、まあ、4四歩取り込んで4三歩なり、ちょっと1手遅いんですよね、1手遅い手になっちゃったんでちょっと気になる展開には なってます。で3三桂がね予想もしてない手で、なんだそれはって思ったんだけど、冷静に考えたらさこれ4四歩ってとんのかな、8、9、今冷静考えたら4四金ってねもうこれパニックなんですよこっちパニックになってるの、なんか変ですよね4四金って、3五の視点もさ駒打たれちゃうし、
でまあ7四歩7四歩かなって一瞬思ったんだけど、まあ、7四歩7二歩の交換は得かなって思ったんだけど、まあ、まあとりあえず3人いるって潜っちゃいましたね、分からずに。でこの辺からねちょっとね、あ、おかしくしたって思い始めましたね、うん、この辺からおかしくしたなって思いながら指してました。でこれがこの角がね受けづらいんですよ。まっすぐ落ちるのか3六行くとね、6九角と打たれて合駒した時に9なんか、うん、やばそうな匂いがした。いや違う、2五角から、うん、なんかやばそうな匂いがしたんですよ。でも、まあ、1回とりあえず2七に引いたんですけど、この辺からですよね。まあね、気持ちよく切られてしまって、これさ1回4二竜あるって思ったけど、まあ、4二竜には5二金って弾かれてちょっと困るなっていうのがあったんで、まあすぐ銀取れないとってことで、まあ歩取ったんですけど、3号桂がもう味良し道代さんですよね、うん、まあいいや、はい、味が良すぎる良すぎる。まあ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 、まあ、上がるのは詰むんでね、上に上がるのは大体詰むので、まあ引くしかないと。でまっすぐ引きましたけど、まあこれね3七金からねバラバラにしてね、まあ角もあるか、3七角も、うん、ちょっとね、まあ同金同歩成同玉からは4七桂成から詰むんで、まあこれも逃げるしかないんですよ。ただね、もう向こうがもう詰めろになってない可能性が高いじゃないですか。まあ、斜め落ちましたけど、でこれでね一応ギリ詰まない予定だったんですよね。金取ったら同銀ってやっといて、ギリ詰まない予定です。でここで4一金ですね。4一金がねまたねいやらしいんですよ。これ竜逃げてるようじゃさすがにね4七桂成とかされといて全然ダメなんで、もう行くしかないってことで角打ちましたけど、相手1歩持ってるんでね、まあ8四歩とかだったらね、同銀わかんないですね。うん、同銀はありますね。でここでまあそう爪の爪でいけないんで、もう歩打つしかなかったんですけど、歩打ちましたと。はい、歩打ってこれで3二金だったかな。うん、飛車を回収されておきまして、でこっちがね詰めろになってるっていう、もう向こう詰まさなきゃいけないんですけど、詰まわけないだろうっていう話なんですよ。うん、まあ歩なって、まあ、銀取って、なんとかね3号の桂馬抜ければなっていう風な感じだったんですけど、まあ、これで銀取って王様逃げれば4二角成して3号馬みたいな感じで桂馬を抜いてしまってなんかできないかなっていう風に考えてましたね、ここではね。でこれ同玉ってやられた時に、あ、もう真っ暗だっていう、真っ暗だったんです、真っ暗で。ここで今振り返ると3七金っていうワンチャンある、3七金の時に4七桂だから多分詰むとは思うんですけど、3七金で7四角から6二角成で6三金って打っていけば可能性はありましたね、可能性はあったね。うん、途中の局面はだいぶね優勢を意識していたんですけど、もうこうなってしまったらもう全然ダメですよ、全然ダメ。もう詰む気がしないもん。だからまあ、はい、形作りってことで、まあ、次6三馬から頭金ですね。で桂打たれてどこに逃げてもしちゃうってね、竜作られて詰みってことでこれ投了をいたしました。はい、まあ、ということでね、ちょっと簡単にじゃないか、ちゃんとちょっと感想戦をしていこうと思います。はい、ということで感想戦です。はい、ということで今回の将棋なんですけど、相手がね、こっちが右玉で相手が、7二金型っていうちょっと特殊な駒組みですね。やっぱり小稲毛さんやっぱり序盤の研究の一人者みたいな認識がなので、ちょっと変わったことされたなっていう感じです。でね、やっぱまあこの辺はいいですよ、まあ、普通に進んでいきましてこれもいいでしょう。でここで辺ですかね、この辺から少しずつこっちもね、少しずつちょっかいかけつつ刺していって、まあ、この辺はだいぶまあまあまあいい感じになってますよね、グラフもね、下のグラフも一応これ解析したんですけど、まあ、この辺からほらやっぱこれ8六歩っていうのがちょっとどうだったのかっていう状況ですか。7五歩もいい手だということなんですけどね、まあ、この辺からねプラス500くらい、まあ、500近く来ているので、まあ、良くなってきているっていう感じだったんだけど、まあ、この辺からちょっと間違えてね、ここなんかね9八角の方がやっぱいいみたいですね。9八角ってやって違うな、これ7四角って言ってる、7四角ちょっとと差しきれないの、7四角は。あ、でもそうか、7四角同銀同歩で、まあ、最終的に8九飛車から8一左を目指すってことね。なるほど、それはあったかもしれないですね。相手の王様が5二にいて王様薄いんで、まあ、別にどっちから攻めてもいいってことですね。あ、なるほどなるほど、まあ、この辺がちょっとずつこう差が縮まってきて、まあ普通だと思うんですけどね、この辺はね。7五銀で3五歩、やっぱ3五歩なんです。あ、ソフトは3五歩ですか。まあ、ここで完全に互角戻ってる。3五歩、同歩、3六歩、7四歩。なるほどね。で、この手も、6二金もちょっとって感じか。まあ、6六銀ってやってますけど、確かにそうですね。
7五に銀置いとくよりは6六銀と引き締めておいた方が良かったかもしれないですね。まあ、なるほど、6六銀から5七銀と下がるって戻っていってやった方が良かったですね。うん、まあ、今回ね5七銀ってやったんですけど、3五歩ね、うーん、いやこれで切っちゃダメなんだ。まあ、同歩3六歩2三角成、まあ一緒は一緒なんですけどね、3五にこっちの歩がいるか何もいないかの違いなだけで、まあ、そんなに大差はないか、そこまで大差はないですね。まあ、こうやってズバンズバンと切っていって、でこの歩突きやっぱこれ3五桂でだいぶやっぱいいですね。これでほら900近くなってるんで、やっぱだいぶここはいい感じだった、いい感じだったよ。俺の感じもいい感じだった。でやっぱここで同金なんですね、やっぱね、まあ、同金で3六歩の3六歩って打った時に、まあ、3七桂って打ってますけどソフトは、同金で3六歩って打った時に、うん、そうですね、3六歩って打った時に、まあ、こっちが詰まないってことでしょこれは。うん、なるほどね。そう、この局面でこっちが詰まないってことですよね。桂なってこう引くじゃないですか。でこうやって竜潜って、まあここでね5一桂とか合駒するんだったら、まあ金逃げてもいいかなっていう感じだし、まあこう上がってくるのが一番怖いですよね。でここで多分こうやってやるんでしょう。で王様逃げるのは頭にボーンと打っといて、まあ大体寄ってる、この王手で取れるんでね。でまあ合駒した時にじゃあどうするって話なんだけど、こっちが詰む？ちょっとほら、そう、この局面では、そう、この局面でそんな自信がなくてですね、まあこれあれですね、これはあの金じゃなくて銀じゃなくて金打てばいいんだ、金で取ってこう回って、で、まあ、金合以外、例えば歩合だとかこうやって銀打って、多分これで寄ってるのか、本当か。まあ同香同竜にこうやって逃げるのは、まあ、香車打って、まあ多分寄ってますね。でまあ上がるのは腹飛車とかがあるんで、知らんけどこうやってまあちょっとね適当だけど、まあ、大体これでやってますよね、一見流の形ね、大体やってます。で本筋がまあ同玉とやったんですが、まあね歩叩かれて、まあでもやっぱまだ結構いい感じですよね。でこの局面ではまあプラス1404ってことで、だいぶ優勢にはなってます、優勢になってるんだけどね。まあ、金上がり5三金、これ見えてなかったですね、5三金、うん、5三金に、まあ、4三桂なり普通で3四銀も普通ですよね。でここの桂馬の時、この桂の時ですよね、どう考えてもこの一見流の形ってのがあるじゃないですか。なんでまあこうやってやってね、でまあなんか適当にまあなんか合駒するじゃないですか。でこうやって取って、絶対この方がいいよね、これで多分終わってる将棋がね、多分終わってると思うんですよ。相手も2五歩踏もないから刺す手がないですよ。で4三の地点を受ける手がないんで、これで終わってるはずだったんですよね。終わってるはず、なんで3二竜が見えてなかったんだっていうね。寄せがクズすぎるんですよ、寄せがほんとひどい。いやこれほんとひどかったですね。うん、まあこれ3二竜ですよ、どうやってもね、どう考えても3二竜、まあ、まあワンチャン取ったまあこれだね、5三歩がね、そうこれ5三歩が握手だったらしいんですよね。あの一番こう被害が少ない手って選んだんだけど、5三歩が握手っていう最悪な展開ね。まあこれも4三銀なりからでもいいっすよね、こうやってやってもこれでもいくやなんで、やっぱちょっとおかしくしちゃったかなっていう感じですね。まあ、今日の多分ポイントは3二竜の一見竜ができなかったっていうところ。多分あの一見竜って本当にあれ、ちょっと待って、小稲荷さんの動画でも多分一見の動画あったよね、多分そんな、うん、だから絶対覚えた方がいいですね。ちょっと後で見てみようかな。まあ、これ5三歩以下は多分だいぶもうこれもう互角になってるんで、寄せづらくなってますよね。うん、ここはもうちょっと苦しいかなって感じですよね。これ7三金で打つんでしょ、7三金か、まあ、まあ7三金5一桂5二銀もあんのか。うん、ちょっとやっちゃったなって感じかな。うん、多分本当にこの3二竜が見えなかったのが多分敗因ですね。うん、この辺からもうちょっとね、もう4五歩ついたあたりでちょっとおかしくしてるんで、4五歩ってやっぱ一手遅くなってるから、ここだいぶおかしくしてますね。ポイントとしてはやっぱ3二竜が指せなかったっていうところが一番のポイントだと思います。はい、まあ、ということでちょっとね、ちょっとまあ軽くまあ一見の勉強してから、ちょっと今日は終わりにしようかなと思います。はいはい、ということで今日のちょっと勉強動画としてはこれですかね。
のサンドイッチ型というものをやっていくんですけど、飛車のサンドイッチ型って何かというと、上下あるいは縦横で飛車で挟み込んで詰ますという詰み筋で、これには一間竜がセットができます。で、この一間竜がごっつ出てくんね。もう実戦で禁出で、この動画見てる皆さんは他の人よりも一歩先に行ってもらわなきゃいけないんで、この詰み筋を応用してサンドイッチ型も理解して書いてもらうということで、で、一見流しないやつはいないと思いますけども、おらんよな、さすがに。で、この動画見てる皆さんは、みんなレベル高くてですね、もうコナンのなんか変な気味悪いの映画見ながらですね、詰め将棋いただいてる。コナンって将棋強いですって。コナン01とかいう名前でやってますよ。変な。昔私友人がですね、この将棋って理解できるわけないってことです。みんなさ、解説しましたけども、詰まないでしょ？どう考えても。で、詰め将棋が解けない人っていうのは、目標がないんですよ。最終形がイメージできてないから。目標を持てよ。詰め将棋は、積み上がりの図を思い浮かべるのこそですよ。これまでの形を思い出して、いかにこの形を持てるかだけなの。さあさあ、金と捨てると。あとさ、期間がずっとしたらあかんぞ。スーツに限って、応仁者とかで非常に思って知って、まず目標を持たないと。思わへん？ただ変な目標はダメですよ。なあなあ、うちのニーズが、いや、お前やる意味あるがな。探したくて、ツイッターフォロー。そうなると4三金しかないでしょ。そこでさっきの詰め筋を知ってる人は、次の手が見えるんだろうか。3三金やで。という子は4三飛車で、横から縦から飛車で探して詰めるんですよね。だから同桂やけど、そこで2一飛車が炸裂しますよね。まあ、神業やで、正直。で、今日の主眼は、実はこれ。で、これは飛車の、はい、ということでですね、一間竜の勉強に大変になりました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、よろしくお願いいたします。はい、皆さんも押してくださいね。いいね。